いやこれちょっとね、まあ、年末になってですね、なんかいっぱいコラボの依頼が殺到してきてるんですけど、これどういうことですかね。はい、どうもこんばんは、牛院徳川です。この前ですね、僕のチャンネルでこの任天堂クラシックミニファミリーコンピューターっていうものの同チェックをさせていただいたと思うんですけども、そうしたらですね、台湾のですね、これゲシックって読むんかな、これよかったらちょっと使ってみてくれませんかみたいな感じでね、送っていただいたんですよ。ポータブル HDMI モニターっていうことらしいんですけども、ちょっと開封していきたいと思います。うい、うわー、いっぱい入ってるわ、なんかいっぱい入ってるわ、なんか行さん入ってます。ケーブル、サンシェード、トライポッドマウントキット、オンラップと書いてますね。なんかすごくない？すごい、なんかクリスマスプレゼント的な、こう取ってついて、なんか洒落たパッケージですよね。ほい、パカ、よいしょ、取説かな、これがすごいな、なんかクリスマスカラーですかね。これ本体ですよね。ケーブル類と、うん、さらにこういうケーブルとアダプター的なもの、電源のコンセントの変換ですね。マイクロ HDMI のケーブルとマイクロ USB ですね。でこの真っ赤っかなパッケージに入ってるのがこれ本体なんですよね。ザザザザザザッと、あー、わかった、違うわ、クリスマスちゃうわ、ファミコンカラーや、ファミコンカラーですよねこれ。へえ、そういうことね。だから任天堂クラシックミニファミリーコンピューターと一緒に使ってくださいって言われたんや。あ、そういうことね。かわいいなこれ。これはいい、ちょよいしょ、これケースですね。わー、なるほど、はい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 。ね、商品名が、オンラップ 1101F です。これ F ってファミコンの F ですよね、うん、ということはまあこれ11インチっていうことですかね。 iPad みたいな感じだね。見てこれ、軽い、すんごい軽い、白とゴールドとファミコンの赤ですよね。このケースはプラスチックなんですけども、ここの後ろのところがパカッと、これマグネットみたいになってて、パカパカこう折りたたんでスタンドにもなりますよと。これね、 OK、 わかりました、これ宣伝してくださいっていうことですよね。はい、 OK です。ゲシックのオンラップ 1101F ファミコンからポータブル HDMI モニターです。皆さん買いましょうね、ボーナスで買いましょう。ちょっと詳しくは僕もまだ見てないので、あんまりよく分かってないんですけどもね、はい、よかったら皆さん一緒に見ていってください。でもね、こういうの欲しかったですよ、マジで、あの嘘ちゃいますよ、ほんまに欲しかった。あのね、僕ね、ちょっとこれ見せますけども、机の上ね、こんな感じですよ。これがですね、2011年の iMac ですよ。まあ僕のメイン PC ですね。でまあこの27インチの iMac を使って僕はいつも、YouTube ライブの配信をしているわけなんですけども、ゲームの生配信をする時のキャプチャーはどうしてるかというと、まあ、エルガトゲームキャプチャーとか、ブラックマジックデザインのインテンシティプロ 4K なんですね。それを、Mac の OBS を使って配信してるんですけども、どちらも映像に少し遅延があるとね。でその遅延を解消するためにこちらのサブモニターを使ってるんです。これは、グリーンハウスというところの、安い21インチのテレビなんですけどね、うん、しかしこの状況はですね、パソコンの画面から自分が見てる方のモニターってこっちになってしまうから、まあ皆さんが書いてくれる、リアルタイムで書いてくれるコメントも読みにくいですし、で、まああの自分の顔をですね、このウェブカムで取り込んだりとかもしてるんですけども、まあこのウェブカムもですね、セッティングによってはお前どこ向いてんねんと、お前どっち向いてゲームしてんねんということになりかねないと。ね。とにかくもうセッティングが大げさになるし、配線は煩雑になるしでね、かなりめんどくさかったです。だから、Mac のここにポンって置けるこんぐらいのポータブルなモニターがあったら、
あーこれゲームの配信もはかどるんやろなぐらいには思ってたんですよ。そこでこれですよ。来たこれ、来たこれよし、じゃあセッティングしていきましょう。セッティングしながらこの細かいところを見ていきたいと思います。もうこのでっかいテレビは必要ないっていうことですよね。さあ見てください、このカラーリングね、この任天堂クラシックミニファミリーコンピューターと相性バッチリのカラーリングですよね。で、こちらのスタンドがですね、3段階まで調整できるのかな。一番高いのでこう、真ん中がこう、一番低いのでこうか。うわいいなこれ、めちゃめちゃいいやんこれ。ひっくり返して持ち運べると。素晴らしいねこれ、素晴らしいねこれ。まあじゃあスタンドは一番低いところにして、まあこんな感じで置かせてもらいましょうかね。入力がですね、 USB と HDMI、 それから DP、 それから VGA と、まあこういう形で4つ並んでますね。で端っこにはこれはヘッドフォン端子ですかね。で、こちらには電源パワーですね、それから明るさ、多分これ設定の項目のボタンかな。で、上下のカーソルですね。今ちょっと触ってしまって指紋がいっぱいついてますけども、ノングレアだと思いますね。うん。で、スピーカーらしき穴がこっちとこっちにあると。下はなんかちっちゃいネジみたいなのがありますね。うん。でこれは上にもついてきたマイクロ HDMI ケーブルを、ちょっと短いね。うん、うん。ではここの電源を入れます。お、なんか光った。お、ゲシック。おー、来たー。なんかランゲージセットアップで出てますね、日本語。これめちゃめちゃ画面綺麗ですよ。すげえ画面綺麗。これ IPS 方式のノングレア液晶っていうことで、このね視野角がかなり広いですよね。すごく見えますよね。かなり広範囲から見やすくなってるんじゃないでしょうかね。でかなりこれ綺麗んですけどね、ちょっとなんかやってみますか。余裕だね。この当たり判定をつかむのが非常に難しいゲームですよね。痛いな、ボケ。あれ、俺もっと上手かったはずやのにな。うわっ、あっ、あっ、なんでー、もう下手くそすぎるやろ俺。あかん、なんでこんな下手くそなの俺。これね、面白いのが USB 電源っていうことですよね。これで電源きますからね。ということはですよ、こういうモバイルバッテリーで動かせるってことですから、このファミコンミニと一緒に持ち出せばアウトドアでもファミコンができるっていうことですよね。まあする人がおるかどうかわからへんけどもね。これこの二股のヘッドフォンケーブルがついてるんですよ。本体のここにつないで、まあ、カップルでイチャイチャゲームせえっていうことでしょうね。さて、僕がこういうポータブルモニターを欲しかった理由はもう一つあります。それはもちろん映像制作ですよ。まあこういうね、カメラについている3インチかなんかのモニターではですね、まあ小さくってこうフォーカスが確認しづらかったりとかねしますから。でそれからまあ今撮影したものをみんなで確認するときもですね、まあこういう大きめのモニターで、スピーカーまでついてますからね、これめちゃめちゃ便利ですよ。でそれをこのゲシックの担当者の方にですねメールで伝えたらばですよ、ギュインさん、ええのありますね、カメラマウントキットっちゅうのがありますね、言うてね、これね、ルルヤングさん本当にありがとうございます。ではこれが、トライポッドマウントキットということですね。よっ、なんかしっかりしてるわこれ。よし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 、あ、ネジみたいなものと、うわー、またケーブル入ってる。これがじゃあマウントキットか。なるほど、
アルミ製ですね。これを、マジでめっさええやん。これここの穴にこう合わせるんですね。はい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 、締めると。はい、これでここが4分の1ネジになってるんですね。こういう三脚につけられると。しかるべきアダプターを買ってくれば、このカメラの上に載せることができるってことですよね。あ、もうこうか、まあ、こうか、うん、なんと至れり尽くせりな、至れり尽くせりですよ。さらにこれですよ、サンシェードですよね、ですよね。オンラップ1101用の遮光フードです。至れり尽くせり。はい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 、これ2つも入ってある。2枚入ってますね。ネジも入ってます。こういうペラペラのものやから多分替えかな、予備かな。よいしょ、うん、穴が開きましたね。プットイントゥーザカバースタンド、中に入れろと。でモニターをはめちまえ。はめちまったよ、はめちまった。うん、ネジでともじめしろってことね。はい、このベロをここに入れなさいと、こういうことですね。はい、できた。三脚に立てなさいよと、こういうことですね。おお、めちゃ綺麗、めちゃ綺麗ぞこれこれめっちゃ綺麗くない？これは、いやー、このモニターは美しいぞ。あー、最高やわ。いやこれね、まあちょっと11インチですからね、まあGH4 と組み合わせるとちょっとすごいアンバランスな感じもするかもしれへんけど、これはね、普通に三脚とかに立てて、いや軽いしな、でも軽いから、こんなちっちゃい、こんなちっちゃいね、ジョビーのこんなちっちゃい三脚で普通に支えられてるでしょこれ。いやこれはいいよ、仕事に使えますよこれ。めちゃ綺麗もん、めちゃ綺麗もん、これすごい。これは皆さん買いましょう。はい、安いです。はい、軽いです。使えます。綺麗です。ゲシックのオンラップ 1101F、F はファミコンの F でしょうね。公式サイト、それから Amazon の販売ページなどのリンクは下の解説欄の方に貼っておきますね。よかったらチェックしてみてくださいね。カラーリングが気に入らない場合はですね、普通に白とか黒とか、至って普通のカラーリングのやつもありますんでね。はい、パソコンのサブモニターにもよし、ゲームのサブモニターにもよし、ビデオグラファーにもよしですよ。この価格でこの画質のモニターってあんまりないんちゃうかなと思うんですけどね。うん、すごく気に入りました。はい、しばらく僕これ使わせていただきたいと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。牛乳とこがでした。バイバイ。